下の方の機械、はい、こちらが蓋の中のこんな風になってまして、検出器が真ん中にあります、うん、でその周りに食べ物で囲ってあげることで、まあ、測定が可能だということです。で先ほどもお話ししましたが、外からの放射線を防ぐためにこちら鉛でできています。従いましてこちら重量が130キロということもありまして、ちょっと置き場所を選びます。でさらにこちらは非破壊のものということで、若干ながらですね、こんな形になって、まあ、実際に測るときにはこういうふうにリンゴですね。リンゴです。はい、要するに、ザルに入れて丸ごと測ることが可能です。なので実際に測る際には、この中に測りがついてまして、重量を入れたら重さを測ってくれます。なのでそのまま放り込みます。先ほどの検出器ちょっと見せてもらって、あ、見せた方がいいですか。7本入ってる。じゃあ一応、はい、はい、全部ある。うわ、こんな感じです。しかしすごいもんですね。これで分かるんだからね。そうですね。これ一つ隔てる際にはこういうふうにザルにこう入れるか、もしくはビニール袋に入れたものをそのままこちらの中に入れていただくと。これ始まってどのぐらいですか、こっちは。ですね、約1ヶ月、1ヶ月ぐらいまでやってないんですけれども、今月10月1日からこちらの測定開始しました。どのぐらい毎日持ち込まれますか。そうですね、現在、市内で10箇所、配置してますので、多い時だと1日100件。1日100件。1箇所だけで平均10件で、それぐらい100件ぐらいですね。多い時は130とか、それぐらいですね。それご家庭の方が持ってこられるのか、あるいはご商売の方なのか。基本的にこの事業は商売の方は結局農協さんの方で恵み事業と別の事業で恵みを見てるので、これはあくまでも市民の皆さんが市民の方、友達からもらった、親戚から買った、いろんなお付き合いの中でやり取りしているもの、それから実際に流通しているものを信用してないわけじゃないけど一応測ってみよう、それはもちろんね、そういったものをやってみたいという場合にやっていただく。それで今日まで測ってきてあれと思う数字が出たことありますか。基本的に農産物ではないです。ないそうです。はい、はい、で基本的には今ちょうどシーズンなんでキノコ、要するに野生のキノコですね、類がやはり胃の花とかですね、非常に高価なものをお持ち込みになって、これ食えないかなっていうことで持ち込みいただくんですけども、野生のキノコは残念ながら非常に高い数字が出ることは今まで通りと分かっているので、やはり数字が高いです。ただ農作物に限っては基本的には数字が出ることはないということです。だから結局粘土だから吸い込まないということですね。はい、一般家庭の皆さんいろんな方がいまして、特殊な例では出る方もいます。結局雨どいからの水がそのまま滴り落ちたところにブルーベリーが植わってたとか。ああ、それは非常に特殊ですね。なので普通の広大な畑ではありえない現象なんですけれども、一般の流水に狭いお庭で作ったものについては時折そういうことが見られると。なので一回測ってくださいということでお願いしています。今言ったような極めて限定的な状況、野生のキノコおよび除染してもそのなかなか取れないよと言われたようなところに近くに植わってるご家庭菜園のようなものだけはお気をつけください。あとは検出されたことがもう最近もうないそうですから、ご安心ください。はい、でこちら、ちょっと測定結果すでに1回、皆さん来る前に測ってたんですけど、ND と。で実際にこちらですね、測定するときには非常に簡単です。こちらボタンを1回押すと、これで測定に移りました。で5分間待っていただければこのように結果が出てくる。簡単ですね。はい、しかし日本人のその匠の技というか工夫はすごいものです。この機械のすごいところは、地元の企業さんが頑張っていただいた。全部福島の企業が作った日本のものづくりのこう賢さというか工夫器用さの集大成ですね。はい、今回はこのサイズで作っていただいてるんですが、開発していただいている会社さん、それから東北大学の石井先生のお力添えがあれば、このサイズに限定せずにもっと大きな例えばその出荷用の箱入りのものとか、そういったものを測る仕様のものも作れるということでご助言をいただいています。
非常に安心しました。ありがとうございます。